いま、ただ参政党では地方議員のの候補者の公募を行っています。ここで出てもらえば、参政党でかなり当選確率が高いという選挙区を絞って重点的に応募しておりますので、以下に掲載されております重点選挙区、我こそはという方がいらっしゃいましたら、ぜひ動画の概要欄から、参政党の公募に応募してください。 はい。皆さん、こんにちは。亀宗平です。えー、本日も参政党 DIY カフェをお送りしていきたいと思います。本日のゲストは尾崎善光さんです。よろしくお願いします。はい。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。小薙さんにもですね、2022年たくさんですね、参政党アドバイザーとして、えー、タウンミーティングとかやっていただきましたけども、はい。もう毎週のようにどっかで、<laughs> はい。やっていただいたんじゃないかと思うんですが、どうですか、全国回っていただいて参政党の雰囲気は。あの、 とにかく、オレンジ色のシャツを着た皆さん方が、一生懸命、で、その熱い思いっていうんですかね、もう、もうとにかく何日本なんとかしたいよっていう、はい、その一人一人の熱い思いっていうものが、ものすごい勢いで広がっていってるし、そのお皆さん方、お一人お一人の熱い気持ちと実際の行動っていうものが、 これが賛成党を支えてるんだなっはいあの、まあ、僕は呼んで頂い,いて講師をするわけですけれども、はい、オレンジ色の,の T シャツを着てらっしゃらない一般のお客様、うんはい、このお客様方っていうのはやっぱり当員の皆さん方が一生懸命になってチラシを配ったりして「来てください」と言って呼んでくださった方なんですよね、はい、あのだから本当にそ,その会場に何百人という方がお集まりになるその一人一人っていうものが 今は手作りで集まり、はい、お集まりになられた皆様ということになるわけじゃないですかよく本当にここまでね短期間のうちにみんなで大きなまとまりを作って参政党としての活躍ができるようになっていったらすごいなと思います、うん、本当にもうつくづくもうどこに行ってもそう,もうあのすごいなと思って、えー、またあのうううもうねと言で言ったらね、はい めめっちゃ嬉しいめっちちゃゃ嬉嬉ししいいいいありがとうございます <laughs> はい、それはどの辺が嬉しいだって、はい、ただ日本っていう国に対して <laughs> 文句を言うやつだったらいくらでもいるんです。いますねでもそれを実際に自分たちがこう学んで考えて、うんはい、行動して変えていこうっていうそういうことをしていこうっていう人たちがこんなに たくさんいて、うん、そしてこんなに一生懸命になってる、はいこんなすごいことってありますかっていう話ですよ。うん、そうですね。いや、うん、だから他の生徒から信じられないって言われるんですよね。だからなんかカルトだとか、<laughs> <laughs> あとはなんかなんか裏に利益があるんじゃないかとかそういうのを言われてますね。はい。うんで。しかも無報酬でしょ。はい。で報酬っていうのは報酬というならばまあ将来のね日本が本当に良い国になっててもらう、うん、まああの。 子どもたちがねマスクをつけずに元気に学校に行くことができるという、うん、そういう日本にしていきたい、はい、そういうどちらかといったら大きなことじゃなくて身近の実際に今現在本当に仕事がないとかそういうさまざまなこう一人一人の思いとか悩みとか、はい、いったようなものをこれをみんなの力で乗り越えていこうという人たちが集まってるじゃないですか。はい すすごいいなと思いますよね、うん、だからあのこ、まあこまあ、講演させていただいたりするわけですけどもその時にあのこれまで一度もね俺が講演してやってるんだみたいな気,気持ちになったことはないですよ。はい、もう本当にだからあサラリーマン時代にこう役員さんとか社長とかいっぱいこう前に並んでるところで若い僕がこう、まあ、プレゼンやって「うん、ぜひこのプレジェクトに予算つけてください」と言って、まあ、お願いをするわけですよね。はい もう,もうこれしかありませんもう社長まさんもう,もうこれでぜひ会社はもう大発展しますからみたいなその時の気持ちと全く同じですよね、うん、だ,だからあの会場にお集まりいただいた,いた,だいた皆さん方があの僕からしてみたら、うん、僕にとっての上司であり、えー、なんだろう名上の人たち、はい、偉い人たちですよねだからまあそれだけに、うん、あの本当に。 一生懸命ね、まあお勤めさせていただいてというふうに思ってて、特にね、僕なんかもまあいろいろ回して応援させていただくんですけど、はい、その中でも女性が元気なんですよ。それ、はい、それ、うん、これすごいですよね。はい、あのだから、まあこと、まあ特にこの2023年というのはうどしでね、はい、女性がもう門を開いてドーンと中に押し込んでいくっていうそういう一年だっていうふうにまあ昔から言われるわけですけども、はい、この女性のパワーは すごとにかく、うん、あの、えーまあ、例えばあの会場が、はいえー、8階とかにあ,あるじゃないですか、はい、エレベーターの向かスーッと上がってってエレベーターの音がスーッと開いた瞬間に皆さんがいるわけですよね。いきなりこっち置いて「こんにちは」とかっつってこう言ってくれるの大体、うん、女性の方です。す、はい、すごいいですよね、うん、はい だから今候補者も集めてるんですけど参政党は地方選に向けて、はい、やっぱり女性の応募かなりありまして<ー>うん私も自民党で少し、ね、政治が始まった時あったんでやっぱり本当男性年配の男性がすごい多かったのでそういった方々が本当になんか僕は,は45なんであれですけど、はい、なんか一昔前僕らの親父たちの世代は女性は政治に関わるなみたいなのが。 ちょっっとあったらしいいんですよねそういう風潮が、はい、今でもちょうどあるかもしれないですけどでも賛成党には全くそれがなくて、うんうん、むしろ女性の方が男性を引っ張って、はい、ちっとあなた方しっかりしなさいよというふうにやってるような雰囲気があってですねあるある僕はそれがすごく賛成党らしくていいなと思ってるんですけどあと夫婦で来られてるケースありますよね,あそうですね夫婦で、はい、それから女房を安心して連れていくことができるような そういう勉強会、はい、子供を安心して連れていくことができるような勉強会ってこれすごいですよねこれから<ー>特にあのまあ日本という国はもともと女性がパワーを持っている国として実はスタートしてるんですよね、はい、マルコポーロはまあ有名なあの東方見分録で えー、日本ののことを黄金ジパングって何かって言ったら日本っていう漢字が中国語で、まあ、日の部分が実で本がポングで実ポングでこれを自分たちの国の言語に翻訳してジパングっていう言い方したわけですけども中国ではもともと日本のことを日本って呼んでいたわけではなくてもともとは蓬莱山と呼んでた、うん、あるいは不宗の国と呼んでいた。でさらにそのホ っていうのは、これまあ本当に黄金鏡のようなところなんですけども、はい、この蓬来さんの別名が東栄って言うんですね。うん、で、すごく難しい字を書くんで、こう、はい、画面に出していただきたいんですけども。うん、これ読めないですね。はい。東の栄と書いてるんですが、この栄っていう漢字っていうのが、実はですね、肉付きの良い女性がガオって吠えてるて、えー。へ <laughs> そういう意味なんだね。ういう、はい、だ。から、肉付きの良い女性がガオって吠えている。 そ,その国がまさに蓬莱山であり、うん、極楽浄土のようなすごい国なんだっていう、うんはい、そういう伝説が中国にあった、うん、そして東,東映っていうのはそれが東の海上に海に浮かんだ国として存在してる、はい、で非常に国力の大きい国なんだっていうふうに言ってるわけですだからそれぐらい日本っていうのはもう古い時代から女性が非常にこう強い大きな力を発揮してきた、はい、まあそういう国であるだけに日本を変えていく力っていうのは 多分あの女性の力、はい、なんじゃないかなというふうに思やっぱりね、世界的に見ても、中国、ロシア、アメリカとか、大きい国はどっちかと男性性の国で、日本は国としてもやっぱりこう女性的な要素ありますもんね、はい、こ国家全体としてもね、<う>で最高峰も天照大神ですし、はいね、やっぱり、ね、あと平安時代の官僚はみんな女性でしょ。はい、はい からそういったことからしても、やっぱりもともとね、その、海外では男尊女卑で、なんか男女平等で女性の権利をみたいなのが、ね、あのはい、ウーマンライツみたいなありましたけども、日本では元から、はい、古来から女性がね、まあ対等、そして、対、ま、等、あ、どころかガオって褒めているという、<laughs> そういうイメージ。<laughs> そうですよもうあの旦那がなかなか仕事行かなくてね、家なんかコロコロしてるとね、馬、はい、さんの。 お奥さんがね、放棄持って、あんた何やってんのもうさっさと仕事行きなさいもう今、お掃除に邪魔邪魔そこどいてなんてね、うん、やられてしまったっていうのが江戸時代の一般庶民の姿ですし、うん、武家の場合ぶ、武士だったら少なくとも男が威張ってるって皆さん思うでしょ、はい、とんでもないですからね。武家の場合は、給料は家に入ったのその家に入った給料の全部の管理をしているのは女房だった、うんです。だから奥が立っています。あるいは北の万所,所っています。うん まんところっていうのは家計の政治を全部やるところ。はい、旦那は一生懸命仕事して帰ってきて、女房に、悪いけど、ちょっと友達と飲みに行きたいんだけど、少しもらえんか。あんた全くいつもいつももうお酒ばっかり飲んで、少しはね、家のことも考えてもらわなかったら困るんだから、<laughs> まあそう言うなよ、お前。外で <laughs> 待ってるからさ、頼むよ。わかりましたよ、じゃあ。はい、これ。ね。大事に使ってよ。わかった、わかった。 ありがとうな。お前のこと、愛してるよ。<laughs> おい今もらったぞ、おい金。あ、はい、行こう行こうって言って、これ、これ江戸時代の武士の姿ですから、現実に。もともと日本っていうのは女性が本当に強かった。うんはい、この女性の力が大きくね、うん、日本を変えるパワーとなって爆発していく。もう2023年は、ぜひともそういう時代にしていきたいですよね。 参政、まあ、党は男も女も関係なく、もう平等以上に女性が頑張ってくれているそうなので、はい、ぜひですね、党員の皆さん見ていただいていると思うんで、はいあの、女性の力をしっかりとあの反映させていただいて、はい今年も参政党元気にやっていきたいなというふうに思います。どうううもあありりががととごござざいいままししたた